お疲れ様です、うなさんです。今日は、2024年何しようかなっていうのを動画で撮ったんですけれども、その中で、比較的多かったのは革ジャン、レザージャケットですかね、について、まあうなさんやった方がいいんじゃないのっていうコメントを参見されましたし、DM でもいくつかいただきましたので、まあ2024年革ジャンやってみようかと思います好きなんですよね、実は好きなんです。はい、ちょっとだけ僕の、人生というか若い時を振り返るとなんですけど、まあ僕は音楽を若い時やってまして、まあここに、よいしょ、ギターがありますけれども、実はバンドをやっておりました。はい。そうなんですよ。で、いわゆる革ジャン、ライダースは、ライダースって名前から、お分かりの通り、バイクに乗ってる人。か、いわゆるこう音楽をやってる人か、最近ではまあそのいわゆるファッションで来ている方もたくさんいらっしゃいますよね。ということで、実はですね、僕も音楽をやっていたこともあり、実は革ジャンっていうかこのライダースっていうものは、着てました。で、まあ、このライダースって言い方にちょっと触れたのはですね、ライダースっていう形のものが好きだったんですよ。で、革ジャンってなると、僕が若い頃ですね、もう20年前ぐらいになると、20数年前になるとですね、本当に本格的な革ジャンしかなかったんですよね、田舎なので。まあ、福岡の田舎でしたからね。いわゆるザ・革ジャンっていうとショットこれしか知らなかったです、まあ、先輩がそのバンソンとかも着てたかなぐらいでしたね。ショットがほとんどでした、なんかショットだけをたくさん置いてあった専門店があってみたいなのあったんですよね、福岡の親不孝通りとかあの辺の方には。で、ルイスレザーもあってたんですけど、なんか僕の周りは結構ショットを着てる人が多くて、ショットのイメージでしたね、革ジャンという。で、ショットって、まあ、この後はお話しするんですけど、僕が好きなジャンルの革ジャンとはちょっと遠いところにあったので、そのごつくて重くてベルトついててみたいな、なのでそうじゃないんだよなと思ってたんですね。で、実は革ジャンもショット持ってたんですけど、その20代前半の頃持ってたんですけど、一番着てたのはですね、いわゆるそのコットンの、コットンでできた、ライダースを着てました。で、未だに撮ってるので、ちょっとそれ、せっかくなので、この企画なので着ます。普段着てないんですけどね。僕もね、パンクな時期があったんですよ。バンビーノって言われる、こう、まあ、ブラン、最近で言うとフィフティスとか、いわゆるこう、なんでしょうね、ロカビリの、テイストのあるようなブランドですね、とか、パンキッシュな方が、ね、着てるようなブランドですね。もうこれ着てた時は今よりも10キロぐらい痩せてましたんでもう少し楽に着てたんでしょうけど、じゃあこういう、コットンの、はい、ライダースを着てました。これ白ですね。これを着て、まあ大体、着てたのは黒の T シャツに、これを着て、で黒の細いパンツを履いて、マーチンか白いラバーソールを履いて頭は茶髪でっていうような感じでやってましたね。はい。未だに止めれますね。ちょっとね、この
襟裏とかこのね開けたところの袖中のねこの部分とかがね、こういうあの表柄みたいなのなんで、あまり今はもうちょっと着てられないですけど、まあ、こういう感じのものをね着ながら音楽やってまして、はい、ということで、あの形としてはね本当大好きなものなので、せっかくなら、革ジャンということで今回買っていきたいなと思っております。はい、で今着てるのを見てもらって分かる通り、この後ちょっと話はしますけれども、いわゆる革ジャン詳しくない方も、ね、このチャンネルにはまあ多いでしょうし、私もね詳しくないので、私は知ってる範囲の話をしながら皆さんと知識のアップデートができていければなと思っておりますが、ちょっと前置きに長くなりましたけど、実はこの形っていうのはいわゆるロンジャン、ロンジャンって言われるやつです。まあ、分かりやすく言うと革ジャンにはですね、アメリカ寄りのものとイギリス寄りのものがありまして、まあ、ロンジャンのロンはロンドンのロンなんですけど、まあ、そのいわゆるロンジャンタイプのライダースになります。まあそんな感じですまあ今はね着なくなりましたけどね、まあいいか、まあこれはこれでいいなと思ってますね、今も着てもね。で、まあ僕はですね、その革ジャン詳しくないので、今回、まあいろいろ調べまして、今回参考にさせていただいている、まあサイトもですね、ありますので、それちょっと概要欄に貼っておきますが、まあ一応、口頭でご説明しながらやっていきたいなと思ってます、そのサイトをですね。まあ、今回やりたいのは革ジャンの歴史っていうところと、いわゆるカテゴリーですね、先ほど言ったアメジャンとロンジャンの違い、っていうところと、まあ、今後攻めていきたいところ、まあ、2024年こういうもの買いたいねっていうところちょっと話をしていきたいんですけれども、まず革ジャンの歴史なんですけど、このジップアップ式のレザー このライダースジャケットっていうのは1920年代の後半にできたそうです。はい、私も初めて知りましたけど、で革ジャンとしてはこの第一次世界大戦当時の軍人さんが着ていたフライトジャケットですね、いわゆる時計にもあるような、何でしょう、時計にもね、あるじゃないですかパイロットウォッチなんで出てる、時計にもパイロットウォッチってあるように、いわゆるその、まあ、航空機に乗られていた、まあ、第一次世界大戦なので戦闘機ですかね、乗られていた方々が着ていたものっていうのが発祥になっているようですね。始まりと言われているようなものになります。でその中にはこのボタン仕様、こうやってこのねジップじゃなくてボタン仕様のものとジップのファスナー仕様のものがあったそうです。はい、当時はね。で、まあ、これが第二次世界大戦後になると、まあいわゆる若者の男性であったり、まあ3、40代で戦争に行っていた男の人たちがこう帰ってくるわけですね。本国アメリカ、イギリス、まあ、いろんな各国に、まあ、日本も含めて各国に帰ると、やはり軍人さんたちは戦争っていう仕事から、まあ、いわゆるこう都市部とか田舎の方で、まあ、職人さんをしたりとか農業をしたりとか酪農をしたりとか、まあ、いろいろさまざまな仕事に関わっていくんですけれども、この労働者階級の人々がバイクに乗って生活をしてたんですけれどもね、この労働者階級の人たちがバイクに乗るときに、このロングですよ、このいわゆるショート丈のダブルじゃなくてロングのダブル仕立てになったレザーコートを着てたらしいんです。いわゆる、正しいかわかんないですけど、モーターサイクルコートみたいなこと言われるやつですかね、ちょっと間違ってたらごめんなさい。バイクに乗りやすいようにだんだんとそれが着丈が短くなってきて、今のライダースの形になったって言われてるようですね。っていうことがとりあえず歴史ですね、うん、でアメリカの方のブランドのショット、先ほど言ったショットはアメリカのブランドなんですけど、この辺ですでに、作られてたようですね、このダブルの、ライダースの、まあ、ちょっと短いライダースは作られていたようです、うん、で実際一番大きなムーブメントになったのはゴッドファーザーの俳優のマーロン・ブランドさん、いるじゃないですか、もうこの方ですよ、が若い頃に演じたランボーモノっていうザ・ワイルドワンですね、あの映画、ね、
という映画がきっかけで、まあ、その、中で映画の中でジーパン T シャツにライダースっていう革ジャンを着るという格好で、演じられてるんですけど、まあ、それが定着したっていう形が、まあ、いわゆるファッションとして流行った流れとしてはそこが源流のようですね。はい。で、ここから、革ジャンが大きく流行って、いわゆるパンクバンドですよ。イギリスのパンクバンドって言われるね、あるじゃないですか。皆さんご存知。ね、セックスピストルとか、ラモンズとか。はい。ね。あのあたりのところがスタートになって、もう皆さん着てますよね。僕もパンクバンド好きでしたけど、初期パンって言われるようなものとか、ポストパンク、ロックとかって言われるような方々はやっぱりこうね、黒のダブルのライダースとかシングルライダース着てるわけですよね。うん、ここからはアメジャンとそのロンジャンの違いみたいなところに、フォーカスしていきたいんですけど、まあアメジャンって言えばショットでございますね。はい。で、まあ、ショットで言えば、いわゆるワンスター。もう、ワンスターというワーの形っていうのはあるんですけど、まあ、その、ワンスターのね、ダブルのライダースで、この辺にコインポ、このポケットがついて、ベルトがついてるっていうね。ここにベルトがついてるタイプのやつが、アメジャンって思ってもらったらいいですね。あと、ここにこういうやつもついてるやつですね。ここと、ここ。あと、この辺にポッケがついてるようなやつが、アメジャンです。あとね、この辺に、こう腕が動きやすいように溝タックみたいなやつが入ってるんですけど、まあ、そういうものがアメジャンです。で、これどういうことかっていうと、アメリカとイギリスにはバイクの、違いがあるわけですよ。うん。アメリカの方はアメリカンって言われるような、こういうやつですよ。こういうやつね。こういうやつ乗ってる人、よくは見るじゃん。よく見るとか映画とか、まあね、街中でも走ってますね。ああいう人たちは、肩を上げなきゃいけないんで、ね、その、いわゆるこのプリーツ、このアメジャンにはこのアクションプリーツっていうものが入ってるらしいんですけど、うん、こういうものが入って肩が動きやすくなったりとか、あとはまあ、この辺にね、このエボレットって言われる、こういう、いわゆるこう、なんでしょうね、軍の服についていたようなものが、ディティールとして残ってんのがアメジャンってことですね。だからバイクが源流なんですよね、やっぱりね。うんうん。あとは、ここにベルトが、ね、あるやつとか、コインポケットがついてたりとか。うん。なんかね、そういう形ですよ。あと、バイクに乗った時に、まあ、こうやって乗るからでしょうけど、まあ、短く、丈がね、短く設定されてるので、身幅が、広くて腕も広くて丈が短いっていう、ちょっと僕の中でずんぐりむっくりに見えちゃうような、横幅が広いような形ですよ。着丈が短くて横幅が広い、そしてアクションプリーツがついてるからまたさらに広がるわけですよね。でベルトもついてコインポケットもついて、なんかゴテゴテしてて、うん、なんか横に広がるっていうのがメジャー。で、僕、どちらかというと、ピタって、若い時からこう細いのが好きだったんで、まあ、これ見てもらえばわかる通り。なので、僕はアメジャンよりもロンジャン派でした。で、ただ、僕の地元では結構ショットが多かったんで、かっこいいなと思う、その、ロンジャンがなかったっていうか、まあ、知らなかったのもあるんですけど、周りで着てたのもね、結構、ショットが多かったんでね、っていう感じ。で、ロンジャンの方の特徴なんですけど、まあ、これの逆を言ってもらえればと思うんですけど、バイクとしては、いわゆるカフェレーサー。わかりますか？こうじゃなくて、こういうやつ。こういうやつ。そうそう。こういうやつ。ね。いわゆるセパハンって言われる。ね。こう、下に、こうじゃなくて、下にこう短く斜めについてあるセパハンっていうレース仕様のバイクですよ。うん。これを乗り回す文化がイギリスにあったそうでして、うん。で、なので腕の可動域を広く取らなくていいんですよね。はい。だから肩が上がらなくてもいいと。だからアクションプリーツもついてないし、まあいろいろデコラティブなものもついてない。なんでかって言ったら体をバイクのこのタンクに体を当てるので、この辺にゴツゴツついてると、タンクが傷ついちゃう、ね。だから、そういうものを排して、比較的シンプルにしたものが、
多いのがロンちゃんだったりします。あとは、前にこういう風にタンクを抱きかかえるんで、比較的袖がカーブした形で前振りになっているものが多かったりします、ね。だからこうなってますね。腕がこうついてるのがロンジャンだったりします。うん、であと着丈はね、アメジャンよりも長いですね。なんでかというと体をこう前に倒すんで、まあちょっとなんでしょうね。腰が寒いのかな。腰が寒いのかな。なんか前傾姿勢なので丈がちょっと長めになっていたりとか。あとこの辺のベルトがないね、先ほど言ったタンクに当たって傷がつかないようにそういうデコラティブなものがなかったりっていう形、あとはやっぱりこうレースなので、あの体にタイトにフィットしてた方が空気抵抗ないじゃないですか。そういうのでタイトな作りになってるっていうのがロンちゃんだったりします。なのでこうこういうサイドアジャスターでギュッて絞るのがロンジャンだったりしますね。はい。なので、こういうね、その、アメジャンとロンジャンでだいぶ雰囲気も違いますし、どちらかというと僕はイギリスよりヨーロッパの方が好きですし、音楽もパンクの方が好きだったので、そっちの方がいいなとは思ってますね。はい。なので、皆さんおすすめの革ジャンがあれば、ぜひコメントでお知らせいただければと思います。はい、次はあのコメント読みで皆さんのおすすめライダースを、拾っていきます。ぜひコメントをたくさんお待ちしております。今回は以上です。チャンネル登録高評価お願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。さようなら。じゃあね。